527こちらは長岡 HR420 ポータブル2岐阜県オールソー55同じく55オールソー55同じく55送ります。福岡 TA527 こちらは長岡 HR420 ポータブル2岐阜県大垣市から5555です。どうぞ。福岡 TO723 こちらは長岡ホテルロメオ420長岡 HR420 ポータブル2どうぞ。はい、了解です。 53KSL オールソー5353オールソー5353オールソー5353送ります。福岡 TO723 こちらは長岡 HR420 ポータブルという岐阜県大垣シードオールソー53どうぞ。QRZ ステーション QRZ ステーション再度コールください。こちらは長岡ホテルロメオ420岐阜県大垣シード QRZ 再度コールください。どうぞ。はい、了解しました。鹿児島 SS167 鹿児島 SS167 レポートは5353 5353。鹿児島 SS167 こちらは長岡 HR420 ポータブル2 5353どうぞ。はい、了解です。福岡 BG37 53QSL こちらから5555 5555。福岡 BG37 5555どうぞ。はい、ということで6月になったんだけど今日はちょっと寒いですね。6月もね、1日からコンディション上がりました。今日の夕方の時間は、まあ、イースポ上がって、まあ、九州も北海道も結構広い範囲で聞こえてるんだけど、あんまりね、ガツンと来る感じではなかったですね。イースポもね、面白いもんで、コンディションの上がり方もいろいろあるんですよ。すごい強くガツンと聞こえてくるんだけど、狭いエリアしか聞こえないことと、結構九州も聞こえたり東北も聞こえたり広い範囲が聞こえるんだけど、あんまりガツンと来てない。まあこうイースポは広く薄く出てる時と狭くすごい強烈に出てくる時みたいなのがねあるみたいなんですよね。まあ電離層もね目に見えるとね面白いんだけどね。更新いただいた各局ありがとうございました。以上、長岡 HR420 桃助でした。バイバイ。登録こういう感じ。